スがいいですね。じゃあ始まっていいですか。はい、どうぞ。はい、はい、お願いします。綺麗、まあ、乗ってる機体はこれが違う。まず、うん、模範的な作り手からのスタートでからのアーティファクトを置いて3点、まあ、しっかりこの動きをしてきますよね、はい。まあ、ただしバリスタナだけいやまだマシ、まだマシですね。一番ひどいのはこの場合だとキランかな、キランのシーンか、うん、どっちにしろそうですね、うん、まあ、厳しいことは厳しいのですが、うん、まあ、こっちの方はややマイルド、うん、まあ、一応サリアもいますからね、はい、サリアで蓋をする形になる、はい、ブロックできない2マナークリーチャー、そうですね、それほどプレッシャーが大きくないので、じゃあこちらも攻撃に殴り合おうかなという形でしょうね、はい、4点、3点4点のライフが13にダウン、はい、サリア、うん、これはこれなかなかしんどいですよね。基本地形の数も少ないし、なかなか殺しづらいんですよね。リーチャーと基本でない土地がタップ状態、つまり的な人押しでは実は素の状態では殺せない、うん、だキリノさんからすると後手がさらに後手になったような感覚、はい、そうですね、超後手みたいな感じです、ね、超後手。あ、でもこれは殺せる組み合わせが、あ、これバリスタに行って、これでね、あの分解のダメージを、うん、のケアも考えている、ケアもできるし、ね、ボードのさらにこれでブースを達成なので、一押し、ほう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 、かなりで3点、いい冷静なプレイ、はい、いいプレイですね、グッドプレイで、ここでうまいことアーティファクトの数が止まってくれれば、うん、さらに言うと実はこれギデオンが出せないんですよね。ヒロマナも潰れた。もしあってもギデオンが出せない。いいですね、素晴らしい、すごくいい。おー、これ1点ということは、いいプレーでしたね、あそこ、はい、完璧だ。ギデオンしかも持ってる、すごい、いや、これはもう除去打ちたくないし、うん、でここで返してギデオンなんかした日にはもう最高。こっからどうなるのか。あ、まあ、これはどうでしょうね。まあ、さすがに全体回から出すかな。全体回するしかない。そうですね、いや、こうするとギデオンに対する受けもまた残るので、うん、うんうんうん、まあ、まあセオリーとしてそうですね、キラン号は出した方がいいかな。で分解は意味がないので打たない。いや、すごいナイスプレイ、完全に塞がっている。おー、これで、はい、でしかもこれで分解が実は打てなくなっている。打てない、はい、ライフもこのままいくと10点コース、はい、そうですね、3点3点4点で10点、はい、一押しがあるので、まあ、おそらくキラン号に向けて打つでしょうが、はい、タパリア3号を、はい、で起動ですね、乗せて10点、手札は1枚、はい、1枚、キラン号がいなくなりましたが、はい、6点、6点入ります。で盤面には9点分のダメージがあるので、まあ、お互いにね、ブロックに向かないクリーチャーしかいないので、これライフを押してる、ね、キリノさんの方が、そうですね、しかも持ってるのはプッシュ、なかなかこれが最後の一押しになる可能性すらある。これを崖から、はい、エンド、何を引いた、これ8、はい、クリーチャー化して攻撃という、ギデオン、あれ
いやちょっと思わず声が裏返っちゃいました駆けつけて、しかもぴったりパワーが4になると2体通って紋章ギデオンが駆けつけたと思ったら星になりましたが、先頭入ります。でこれプッシュも打つんじゃないですか。打たない、さすがに打たない、そこまではする必要がない。いやこれめちゃくちゃ辛いな、まあ、チャンプだから結局そうですね。オッケーで4点、4点、まあ全然プレッシャーが、はい、引いていいカードが少なすぎるんですよね。 まずは一番いいのは平地からギデオン。でもギデオンのトークンもね、もうこれ乗り越えるサイズになってしまいましたから、はい、そうですね、全て本体っていうだけの作業になっちゃってますね。しかもよく見ると土地は、赤の21、はい、二段攻撃もいます。そうなんです。つまりエンドに、最後の一押しを押しながら、そうですね、メインでクリーチャー化しながら、おあそこの3マナの時が、ね、バリスタ1からの、ね、あの処理があれすごい綺麗に来ましたね、はい、しかも、もう素晴らしい、うん、平地を引いたんですよね、しかもね。あ、そうだったんですね。トップで平地引いたから立っててたんですよね。足りた、それでぴったり足りたんですね、はい、あの時タップインの土地だったらね、間に合ってないんで、マナ的にも、はい、そうですね。多分デッキリストも知っていると思うので、なかなかこれ返せないだろうっていう流れだったのですが、しかもギデオも持ってて4マナもアンタップなのに、はい、4マナを潰したという、そうパーフェクト、すごい、うん、あれはいいプレイだったな。あ、そこに飛ばすんだ、なるほどなるほど、おーみたいな、あ、それそうかみたいな、あれそれでそれでみたいな、おーみたいな感じでしたね。そうですよ、メンタオさんもあれこれダメなんじゃないみたいな感じになってましたよね。ここに打つみたいな感じでしたもんね、うんうん、なるほどそういうことかっていう素晴らしいプレイでしたね。いやすごいいいもの見させていただきました。さてサイドボード後なんですが、どういう風なゲームプランを取るんでしょうね。遅くしていきますかね。先手も取れているのでプレインズウォーカーコントロール的なものにするのかな、もしくはもうサイドで、はい、サイドに入れるやつを置いてたのかもしれないんで、そうですね、何入れるかがその可能性もありますね、はい、こっち入れるっぽいですもんね、はい、勲章と勲章、うん、はい、グレブリン、グレブリン、レディアナの近い、お互いどっちにするかが、でもこれはおそらくこの感じは後手の方がこういう風に遅くするんですかね。後手のサイドボードプランで抜けてるカードのように見えましたね。ウェンタオさんの方のこれはサイドボード、そうですね、勲章とかはさすがに先手で押していけるんですし、その時に機能しないカードなので使わない、うん、どっちもノーバイなのか。あ、ちょっと今ね、調べてます、はいはい、キリノさんはなんつってたっけな、キリノさん確かノーバイだったと思いますけど、駆け抜けてますね。ちょっとここには書いてない、はい、これ決勝は日本選手ですか、はい、日本選手です。3本マッチの日本選手、まずは後手番の桐野さんが1本リード、素晴らしかったですね。そうですね、土地に恵まれてると言ってましたけど、先ほどもね、はい、また綺麗に欲しいターンにちゃんと土地が、うん、シャリアをね、相手がせっかく出したのに、はい、アンタップイン土地をしっかり、このデッキ本当に土地にはよく悩まされるんですよ、うん、基本土地がもともと少ないんですよね、はい、そうですね、うんうん、でしかも、
一番重要な4ターン目にアンタップ状態で出せる土地の数がさらに減っちゃうんですよね。なるほど。いわゆるファストランド、はい、あの3枚までだと、はい、からの3枚までの土地ならアンタップ状態で出ていいよという土地が結構な枚数入っちゃっているので、うんうん、お二人とも2倍ですね、はい、2人とも2倍、はい、ってことは、昨日13戦やって11勝2敗 OK です。ベンタオスさんはおそらく一つ2位通過ということなので1敗1分けなのかな。今が18対戦目なので2倍でいうと、まあ16は戦ってます ね、 そうですね。16戦目ですね、はい、おー石の宣告、どっちも悩ましい。まあまあリガンしましたね。君野さんはリガン、まあ、これはキープかな。なるほど。ギデオンがあり除去もあり一応2ターン目にやることもつながっている。ちょっと黒マナがないという欠点はありますが、ギデオンが大事な、はい、サイドボード後特にギデオンが残りやすい。お互いに除去をたくさん入れ合うのでクリーチャーの打ち消し合いが続いて、そうなるとプレインズウォーカーが重要になってくる。悪くはないんですがちょっと重い。重いですね。1ターン目2ターン目には対処する方法がないけど、まあ、でもこれ以上するのは厳しいということでキープですね。上何なんだろう。トップの板見れる。何だった。多分作り手ではなかったって。土地か。まずはアンドですね。土地を置いた。なるほど。安定してギデオンまで到達したい。はい、して19、まあ、この1点は結構安心感な。そうですね。ふーってなるな。特にキリオさんが重い手札なのでどうしても。ここはまあ、はい、うん、いくか。まあ、ここまでは確定で、多分ですけど頼むサリアだけは出てきてくれるなみたいな感じになるんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、黒マナはまだ出てないですね。そうですね。リリアナは置けないですね、はい、おーからの桐野さん、はい、でサリアが出てきた。ただこの展開はちゃんとベンタオさんも読んでいる。平地を残しながらギデオンという動きをできるはず。さっき見た感じできた。木野さん手札に停滞の罠ないですか、はい、そうですね。ただ停滞の罠だけだとギデオンが壊せないんですよね。あれいけないんでしたっけ、停滞の罠クリーチャーになってないとダメですね、うん、アタックしてきたタイミングだとできるのですが、クリーチャー出されたりすると、まあ、なかなかやってはくれないでしょうね、うん、ケアしてきますかね。はい、多分トークンみたいな動きになるんじゃないかな、うん、そうか、あのサイドボード見てますもんね。でしかもサリアがいるので出てくるトークンもタップ状態なんですよ。なのであまり大きな動きができない、うん、はい、まあ、ギディオンは行くわな、うん、トークンを回します。はい、アップ状態で出てきてしまう。ハンドル、はい、でドロー、うん、何を引いたんでしょうか。ギデオン持ってますね。一押しもありますね。これサリアで殴ることによってギデオン殴ってきたりしないですかね。ガラ空きにしといて。ありえますね。サリアで殴ることによって、まあ、おそらくちょっと嫌なので検査官がブロックされるんですよね、はい、でもそうするとやりたいこととしてはギデオン出したいんですよね、うん、はい、うん、でトークン出して5かな。僕は、うん、
サリア殴った方がいいかなと思うんですけどね。サリアが2回攻撃してギデオンを落とすぞと姿勢を見せて、はい、まあ、でも殴ったら殴られますよねこれなんですよね。いやでもやっぱりギデオンって先にオンになった方が強いので、うん、あオンというのはそうですね、攻撃できている状況になった方が強いので、僕は殴った方が、殴ってその差をなんとか取り返す方向に行った方がいいんじゃないかなとは思うのですが、でもこのチーさんの石の宣告のおかげで、はい、なんとアーティファクトが手に入りましたね。今すごい欲しかった。これが後々にすごく生きてきそうですね。後々というか、まあ次のターンですね、具体的には。いや難しいなこれ。でもパンチきましたね、はい、でギデオンのトークンでブロックかな、うん、トークンでギデオンをブロックして修正値が2になって、でブロッカーを排除してギデオンを壊すみたいなゲームプランが、うん、考えられますね。それが一番丸い気がしますね、はい、そうですね、手がかりが手に入れたことによって黒マナが2つ手に入ったので、うん、今までそれができなかったのができるようになったと。うん、あもう1体出てきた、はい、ここは除去の2枚打ちかな。除去クリーチャーがアタックしてギデオンが中精度3になってトークンのダメージは2点しか受けないから1残るぞと、うんうん、が見た目上、あでもまあ普通中精度向こうのギデオンは5個ですよね、はいはい、でこれでギデオンの中精度が3で55のギデオンがいて黒1点払う17で17になってまずは分解を打ち込み3点が本体ですよね。でそこから一押し、はい、このねプレイヤーって言われた時点で、あギデオン壊れるんだなという、はい、ですね。でギデオンが壊れ、はい、すごいかなり有利、はい、ギデオンが片方だけに残っちゃいました。うん、正義の味方、このギデオンの3が遠いですからね。そうですね、うん、こうなりますね、はい、で1になってで生きた。ちなみにキドさんアバシンも持ってますからね。ただトマトがない5枚目の土地を引いてしまうと、いやこれは、うん、苦しい。手がかりを食べて何を引けるか。あでも手がかり使っ、あでも一応アーティファクトあるんですね。そうですね、はいはいはい、なるほど。これあら、はい、面白い。タカリア一体で分解しようとしたときに、はい、そうですね、不用意にやっちゃうとアーティファクトがなくなってギデオンにダメージを与えられないみたいなシチュエーションが起こりうると。ただそれも分かっているんじゃないかな。そのケアはしてきそうな気もしますね。で終わりかな。あいや攻めましたね、はいはいはい、こう除去はないだろうというような感じでしょうかね。うーん、ここのスリーベンの検査官を2枚目出す理由はちょっと薄かった気がするんですけどね。一応除去がない場合であれば、はい、これで見た目上ですごく得なブロックができる。なるほど、 なるほど。タカリアを、検査官2体で止めて、トークンをトークンで相手する。
で両方ギデオに来ました。ギデオ行きたいですよね。これを待ってましたと。これ盤面が全滅した上でトークが一つ残る、はい、なってますね、はい、でサリアが出てきた、はいはいはい、土地引いたか、うん、このサリアが出てきたことによって土地引いてますね。おあのまたあの基本土地を基本地形です、ね、ただアバシン自体が、ね、タップインなんですよね。そうですね、ブロッカーとしてはいけない。まあ5点食らってアバシンを出してアバシンが出てきたところをもうサリア抜いて、はい、戦闘で得しに行くとかあります？いややりすぎ二手順あるんですよね。これで手がかり使いながらあそっちを選択しましたね、はい、なるほど。あれオブオブちゃん強い16おお、これはかなり嬉しい。強いぞ。カードが追加で入る上に、今結構パワーさんのアタッカーというのもいいですね。オフは対象を迫ってくるカードですね。7になる。で一番ライブラリトップに何か強力なカードを積んでいたと。三三と二二ブロックに行きたい。行きたいが。はい。キャストした誘発解決して。はい。はい。ブロックで。2点、うん、13です。リディアナの近いでそこに刺さるリディアナの近い強い1枚カードが強すぎるいけさらにチャンドラからのえでこれトークも出るってことですよね、はい、近いだからそうですね、ゾンビトークンも出てくる。しっかりサイドのカードが刺さってます。トークンを出します。はい、はい、ゾンビここから逆転できるカードはさすがにないか。ゾンビー一応3枚は引けるのでただ3枚引いちゃうとライフがマナライフもないしマナもないんですよね、うん、バリスタも足りてないですよね。そうですね全然ダメだ。アバシンがいてバリスタだったらちょっとまた変身まで行くとかもしれないですが、うんはい、まあ引くしかないです ね、 ですね。これだけでは無理なので 2,3 でいけるか。いやマナがあればリンバーラいけたっぽいけどちょっとダメかな。耐えて出せるかな。まずは 2-2 で攻撃、まあ、一応 2-2 が2体いますね。で通しちゃうと4点で4点2点ライフが残り2になってしまう。でなおかつオブの奥義を使えるようにした上で
チャンドラの奥義も使えるようにするみたいな感じかな。何でもありですね。そうですね。ブロック。カードも引けますしね。そうですね。まあ、なんかまずは1枚とか。さらに戦術もしますからね。2枚トップ、めくってそのままギデオンが登場からの、あ、じゃあゾンビ産んだ、ゾンビも出てくる、でドローをでさらにゾンビトーク8と14です。この辺り出しますエンドでゾンビを出します。イエーイ、なんだこれは、なんでこれは多分あんな状態からこんな盤面になります。何回死ねるんだろうかなまずクリーチャーだけで死んでいて、まあ、ギデオンだけでも死にそうで、チャントラだけでも死にそうで、オブは多分奥義ですよね、はい、これは対応できないでしょう。何回数えてもですよね。10回負けてる、はい、一瞬ね桐野さん行きそうな空気がありましたけどね、はい、途中。そうですね、期待はお互い出なかったですね。持ってかれそうな流れを引き戻しましたね、まあ、手札がちょっと自己気味だったので黒マナを引けたことによって復活できたっていうのが一番大きいです ね、 ですね。今回は間に合った。リリエナが最初の方に全然出せなかったのが、はい、そうですね、良かったですね。あそこの一番いいタイミングでアバシンを引けたのが、はい、でこれを受けての先手後手のサイドボードのチェンジですね。これで桐野さんが先行、はい、でもどっちのプレイヤーもそれぞれのゲームでかなり見せるプレイがありますね、はい、ですね。いや、お互いうまい、さすが決勝まで来てる、はい、言っても2719人の上2人ですからね。そうですね、ミラーマッチとはいえ、はい、やはりさすが、うん、素晴らしい今の駆け引きが。そうですね、助教の入れ替え、うん、この助教は果たして有効なのか、あるいはもしかしたらいらないのじゃないかみたいな。今までのところは、はい、ウェンタオさんだと15勝1敗1分けでしょ。そうですね、キリノさんは15勝2敗、ウェンタオさん勝率 93% 超えこのトーナメントでいうとすごくないですか93% 勝つってあのマジックの勝率ではないですね。なかなかないですよね。マジックね、だいたい 70% だからめちゃくちゃすごい、1回しか負けてないってことでしょ。はい、93.3% ギデオをどれくらい残すかとか、9割勝てるマジック、はい、すごい。次回はメンタオさんの9割勝てるマジックが始まるわけですね。15番、はい、さあラスト、本当のラストです ね、 ですね、これが。はい、このゲームで今回の、はい、グランプリのチャンピオンが決まります。プロツアーと違いましてグランプリはね、はい、日本選手で、ね、マッチが終わるので。果たして両者のサイドボードプランは、今のところお互いがお互いのサイドボードを的確に認識しているような、うんうんうん、あんまり無駄カードみたいな無駄カードがないんですよね。これで結構すごいなと。アーティファクトを全部抜くのに対応してグレムリンを入れないとか、うんうん、結構難しいんですけどね。そうですね、そこら辺も含めて読み合いがすごいな。この予選ラウンドで、はい、もう数々の期待使いたちをね、はい、倒してきたわけですから。
何か言ってますね、はい、これ決勝ですね。これは勝った方が賞金1万ドルとグランプリ静岡チャンピオンの栄誉が、はい、日本円にすると100万円超えですね。以上110数万円、はい、うーはープラスですね、はい、次のプロツアー京都のね、はい、参加券だったり交通費だったりとか副賞もいろいろあります。一応ねプロポイントももらえるので。プロポイントどのぐらいもらえるんですか。8点ですね。優勝8点、準優勝で6点です。はい、いい手札ですね。でこちらも、そっちがちょっと多いですか。で先手より先手だとすごくいい手札なのですが、まあ、ちょっとその後手の分だけやや落ちる、まあ、それでもゲームプラン的に決めやすい、多分裏の裏を書いているような、先手と後手が入れ替えてくるから、どうせ後手の方は後手番取っている自分は遅いゲームプランをしてくるよねと思わせるのに対して対応しているサイドボードのようにも見受けられますね。お互いちょっと遅くしてるのかな、ですね。でここから X1、まあ、打つでしょうね。そうするとギデオンが動きやすく、はい、行きやすくなるのでテンポ、はい、でなおかつ1点、まあ、機体には打たなくてもアーティファクトに打てるから、はい、もうちょでタカリア、はい、攻撃に参加するのか、した場合最悪の方法があった場合どうやってギデオンが落とされるのかですね、うんうん、ケアにケアにケアをしましたね。今回はケアをしました。殴らないですね、うん、ちなみに僕殴りたい派なんですよねこれ。どこまで殴るかも難しくない。いや僕2-2だけ殴りますね、はいはいはい、僕もグレムリンだけは殴るかなと思いますね。なんでかというと手札にナヒーリがいるのでこう実はタップ状態で、はい、追放したいんですよね、うん、いやでもこれはこれでいいか、うん、あれ増えてる。ナヒリ強いな。ここでのこれプラスされたら殺す手段なかなかなくないですか。そうですね。ただまあアバシンという絡めてみたいなのがあるので、次のターン以降なかなか考えさせられる状態になりますね。でさらにそこからじゃあギデオンのトークンを出してメインツー、いやこうやって見てるとこのデッキもやってみたくなるな。あでもこれちょっとここの位置には行き過ぎかな、ですね、うん、ちょっと焦った気がしますね、うん、検査官ですよね。そうですね、検査官を残しておけばギデオンが落ちることがなかなかない、まあ、さっきないならないですもんね。そうですね、これでちょっとだけ危ないですよね、一体状況られたら、まあ、これはギデオン落ちますね、うん、無許可の分解行かれたら落ちますね、はい、そうですね、分解分のマナーを一応釣りという可能性もなくはないので、果たしてそういうのがあるのかな。一応プッシュがあるとナヒリを選びました。ナヒリを殺したい。なるほど、ナヒリをあれ、まあ、追放もされるからですか。ナヒリ手札にあった気がするんですが、おや、おやおや、おかわりな日にまではまあ想像できないですよね。そうですね、おやおやおや、噛み合った、これは来たんじゃないですか、うん、ほげーってなりますよ。
なりますね。2枚目見たら、いやゲームプランの全てを裏切ってくるナヒリ2枚目なんで、うん、いやめちゃくちゃ僕出された瞬間心の中でガクって多分、ね、椅子から落ちますね、うん、えってなりますよね。墓地から出ませんでしたみたいな、まあ、まず墓地確認しますね。あれギネオも持ってましたからね。あうわ、ね、ほらほらこれなりますよ。うわーってなっちゃいますよね。これはなるでからの多分ギデオン、これさすがにクリーチャー化して攻撃します。ここは行くんじゃないか。行け8点強いで残り8点の7?20 対7ですよ。ライフここで高リアも戻ってこれないし、もう何もないですかね。あしかもギデオン追加おかわりがいる。ショックでナヒリを、はい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 、ナヒリはまあでも十分仕事しましたよね。もうもうそうですね。よりお知らせです。本日の営業は19時半までとなっております。まだ買い物がお済みでない方はお客様はお早めに。すごいカオさんきついで、しかもアバシンを許さないトップなんだろう。トップなんだ。まずでもここでサリアに対応してアバシンですね。いやがあるのかどうか。そうですね。いいのならアバシンもない。そうですね。ここでアバシン持ってたら降りますもんね先に、はい、つまりクリーチャー化して攻撃で、うん、殺せてるように見えるよなみたいな感じですよ ね。 そうですね。除去がない限り、うん、除去からのアバシンでしかないし、アバシン出てきたとしてもあれ除去はでもクリーチャーはい、はい、コマタイム、はい、これで2人を破壊するしかないのか で、 でもそれで1残るのみ で、ね、でアーティファクトがないのでダメージは食らわずに6点1。次のターンこの3枚のパーマネントを残しての1点、はい、しかも1枚ギデオンですからね。ハントゼロ。ありがとうございました。いったー、ギデオン初めての GP で優勝。すごい。これはすごいわ。グランプリ優勝者はキリの4名選手。おめでとうございます。